リリアン・メイ・ミラーリリアン・メイ・ミラーは、アメリカ合衆国の画家、版画家。アメリカ人外交官の娘として、東京に生まれた。信仰のあった、版画家のヘレン・ハイドの勧めにより、9歳の時から3年間、カノトモノブに支持して、日本画の筆法を学んだ後、12歳で、歴史画を得意にしていた、島田牧船に、水墨画、日本画を学び、玉画の号を与えられる。 その後8年間アメリカで教育を受けてから、1917年に日本に戻り再度、牧生に指示。当時の牧生は、有望なもののみ入門を認めており、ミラーは、高等試験や、筆法試験、素描提出などの課題を突破して、再入門を果たした。その技量は、外国人ながら優れていたらしく、牧生は、後継者の2番手として指名するほどだったという。 1920年頃から渡辺翔三郎の下で、規範画をはじめ、同年日本の観点にも、作品を出品、受賞したこともあった。1927年、これまでに、ジャパンアドバタイザー紙に発表してきた詩をまとめて、自作の差し絵をつけた、詩集、シナモン畑の草の葉を東京にて出版した。1929年、半年をアメリカで過ごし、 木版画の展覧会、講演、実演を行っており、その時に朝鮮半島と日本を題材にした、木版画45点をアメリカのワシントンなどにおいて展覧。ワシントンの古典会場では着物姿のミラーが5回にわたって木版画制作の実演をしている。ミラーの木版画には浮世絵の影響が強く見られ、また彼女は ソウル駐在アメリカ領事の長女として育ったため、慶福宮の公園庭を見て、韓国の美しさに関心を持ち、その後、金剛さんと大同行の絹のドッペと言われる、オードで染めた方をかけた、伝統船や観光の渡し場、農村風景、田舎の老夫たちの日常の姿をスケッチと版画に収めていった。なお、この頃までに、彼女の版画作品は、大英博物館、 シカゴ美術館などに収蔵されている。1930年からは、京都に住んだ後、1936年、京都からハワイへ移住、筆と墨を使用して、壁画、屏風、絵画の創作活動を行った。1938年、ホノルル版画家協会の第10回展に、水墨画と同じ効果の得られるリトチントという技法を用いて、 竹を描いた版画を出品、ホノルルの新聞に取り上げられた。第二次世界大戦の最中は、ワシントンのアメリカ国防省において、抗日宣伝のために働いて1942年、あるいは1943年に没したと言われている。ミラーの既版画は、初期作品を除いては彫りもすりも、自ら言ったと伝えられており、前景に、 樹木や柱を大きく描く構図の取り方や、キララスり黒色を使った、筒節の技法などに、彼女が、かつての浮世絵を、よく研究していた成果が見て取れる。福井県立美術館編集、発行、島田牧仙2011年3月、P220。アジアへのメ外国人の浮世絵師たち点、図録、14ページ。 アジアへのメガイ国人の浮世絵師たち1図録、118ページ。ありがとうございます。